5日、SMBC 日本シリーズ2023第7戦オリックス1の7阪神京セラドーム大阪59年ぶりの関西ダービーで1985年以来38年ぶりの日本一を達成した阪神ネット上では「38年前」を思い出し感慨深げの虎党が思い出を続々と投稿した 優勝インタビューで岡田昭信監督が38年前は27歳だったことを語ったが、X、q ツイッター。でも、自分は愚か、今半身におる選手全員生まれてないとか、教科書の中だけの出来事すぎる。38年前は5番セカンド岡田27歳、7番ショート平田25歳やったんやな。あの時の若い鉄壁二遊間が今監督とヘッドコーチとして日本一で。 しかもまた2番セカンド中野27歳、8番ショート木南29歳と若い鉄壁に勇敢が守備をリードしとる。野球は長く見るもんやな、38年前は小学生だったんだけど、真由美、岡田、掛布、そしてバースのタイガース打線は本当に強烈だった。岡田さんは監督としても優勝か。素晴らしいな。 岡田監督は38年前は選手として今回は監督として阪神タイガース史上2度目の日本一を叶えた男などの声が、また、38年前の優勝記念ウイスキーを開封するとの X 投稿が話題になっていることについては、うん、自分も40年前の開けたことあるけど、正直かなり劣化してたと祝杯には向かないのではとのアドバイスも寄せられた。 38年前に日本シリーズで敗れた西武ファンからは、来年こそ38年前の借りを変えさせていただきます。我がライオンズは来年強くなります、と時空を超えて雪辱を誓っていた。